ウェルカムトゥアンダーグラウンド、二次さんに所属、スーパーカリスマインフルエンサー悪魔と人間のハーフ、何しようかな。事前に考えとくことを直前まで忘れている石上のぞみです。よろしくお願いいたします。ということで音量等々大丈夫そうでしょうか。ちょっと本日気持ち音が大きめなんですけれども、どうですかね。よ。まあ、ゲームと音声のバランスかなという感じなんですけども。うん。まあ、ちょっと始めつつ調整していこうかなと思いますわな。うん。ということで、よ。はんはんはん。ですね。すいません。笑って流しちゃいましたけど。よっ。失礼失礼。ですね。昨日ちょっと、まあ、昨日の配信がありまして、もう見た人もいるのかなと。まあ、てか見て、昨日の分見ていただいた方が、今日見てくださってるかなと思うんですけども。よっ。まあちょっと衝撃のね、展開があって。で、多分、今回、も結構、まあ終盤に差し掛かるであろう感じ。うん。なので、まあちょっと見ていこうかなと思います。うん。いや、めちゃめちゃ、何すごい、何ですかその、言葉にできんので、本当になんかね、言葉にできないからね、いつもね、サムネイルになんちゃら編って入れていたりするんですけど、ちょっとね、今回は余計なこと何も入れらんなかったね。うん。まあ、多分今回も割と劇的に話が動いていくんじゃないかなと思いますので、まずね、うだうだ言ってないで進んでみますか。いや、そう、詳しくはアーカイブを見てというやつよな。うん。というわけで始めていきます。よっ。もうこの第14章伝承っていう、何もう名前がもうさ。というわけでやっていきます。いやもうタイトルがね、もうすでに、伝承みたいな。それってみたいな。まあ、とか言って見当違いなのが怖いので。あんま余計なこと言わんときますけども。うん。よっ。まあでも伝承、やっぱ一番が、おやっさんの、思いよみたいなね。うん。日和るだろ、空。よし。伝承。なんだなんだ。まあでも、なんだろう。昨日、の分の話はめちゃめちゃ、うわーって感じであると同時に、一応こう一区切りっぽくはあったから。お、あれだ、サバイバーだ。いやー、まあそりゃ落ち込むじゃないけど、整理する時間欲しいよな。そん時になって
やっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。音量大丈夫そうか。ああ40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさか祖父で、そんなわけねえのによ。でも今思うとこうなんとなくこう、もしかして大家さん察してたじゃないけど、ずっと俺を自分の息子だと。ね、おやさん、くそ、どうして。うわ、もうここで若の顔を思い浮かべるのが、はあ、何なんだよ急に。うん、みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。久米に聞いてわかるんか。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おう、もう若呼びしないんやね。俺も行くからよ。もう青木亮を呼びなんだね。一応なんだろう、若がどんな人って分かっても一応最低限の敬意はあったはずなのに。囲まれてる。おい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 、大海連合がよ。ちょうど呼び行こうと思ってたとか。大海連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中こっちを見てるだけだ。え、そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。え、うわ、なんかの作品でもなんかずっと見てるだけって威嚇になるみたいなやつあったよな。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、おい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 、邪魔しねえでくれよ。そうだよ、こっちはな、衝撃な事実聞いてな、それどころじゃねえっつんだよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。越してもらうぜ。いや、戦う気満々だけどね、なんか。はっ、いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。かかってこいや。ビビってんのか。ビビってんのか、おい。どうしようかな。よし。あ、そうだ、エリパーティーに組んでたんだった。あ、でも大人数な時はエリ必須だな。よし、まあ、やっていきますか。エリもいろいろ覚えたな。まあレベル高いけど、まあ余裕でしょうね。見せてやるよ。はい。あー、硬いな。ちょっと、ちょっとさすがの最強の画鋲も硬くなってきたな。さすがにレベル差を感じてくる頃合い。あー、まあ、カーデー、これ周り巻き込んでくれかな。はい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 。あ、痛い。
きなりお立ち。あいたい。おぶね。ナイス。あい。おお、ダスガード。あい、おぶね。あ、いいね。痛い。これやっちゃった方がいい気がするな。あ、間違えた。お前じゃないよ。なんでそういう分かりずれとこにいるかな。たくよ。なんか、どうすかな。やべると思ってる。え、お違うわ。なんか変に知識つけたせいで戦い方分かんなくなっちゃった。いいや、急所切りしよう。よし、してみろ。重なってくんねえかな。邪魔だよ邪魔だよ。はい。俺の番だな。さっき切り傷めっちゃ効いてる感じしたんだけどな。よし、早く。え、どこ？うわー、おい、ステルスになってるやついるって。これで帰るかな。帰ってくれ。あー、ナイス。やっぱエリ強いんだよな。やめんなよ。よし、私の番ね。よし、あれ入んないね。なんか硬いやついるな。秘訣ダメージ、叩きのメス入んないな。うわっ、てめえ。お、ナイス。あ、もうちょっとあったのにな。よし、とっておき。勝った。何がですか。いや、何もなんですけど。うわっ、うわー、めんどくせえ。それこそこうだ。よし、え、強っ。よし、奥の手。なんだ、ちょっとちょこちょこ数多くてめんどくせえな、おい。まだ成長できるとはな。テンション上がりますね。テンション上がりますね。お、ファントムシフト。また強くなっちまったか。よし、ちょっと後で編成いじるか。どうだ。陽一番、この先もこんな風に近江の連中相手にすんのか。気がねえぞ。今の俺は殴られんのも気分がいいんだ。余計なこと考えてねえで前に進めんなら構わねえってもんよ。まあ確かにな、それぐらい突っかかってきてくれた方がこっちはむしゃくしゃするの晴れるわ。なるほど、分かったよ。この勢いで組めんとこ乗り込むか。へっ、選挙の立候補者が物理的に敵陣に殴り込みとはね。これが真っ当な選挙ならおやっさんだって星野会長だって殺されてねえはずだ。まあ確かにな。じゃあ行くか。行きますか。ちょっと一旦ね、ここら辺収穫させてもらいます。なんかあったっけかな。久米の元へ向かい、もう完全にあれだな、久米の元に向かって、ちょっとお前よーってしに行く感じっぽいな。ちょっと回復していくか。よし。あ、絆深めるか一旦。あ、でもな、絆深めたいんだけど、張さんのストーリーしてんのワイだけだしな。ちょっとね、他、まあ、ちょっと裏で絆ちょいちょい、深めさせてもらったんすけど、かっこいいミシン。やっぱね、あれだったんですよね。ちょっと、それぞ、こう、他の、
話が、そう、結構地続きの話というか、ちゃんとストーリーになっている、ある程度ねいるんで。あれ、なんかないか、ないか、ゆえにな、ちょっと逆に今配信でやってもあれかっていうか思いがあります。でもな、ちょっと今後のあれストーリー上、今絆深めといた方がいいのかな。今日でどこまで進むかによるんだよな。間違えて何で押しちゃったんだろう。チョさんはメインやな。難波さん回復なのかな。ヒットマンにしとくか。イケメンパンにしとくか一旦。俺ボディーガードだからよ。ちょっと一旦見るだけ見てごめんな。よいしょ。ちょっとこれね、多分ね、最後のあれを見ることによって確かでかい技使えるようになれるんよ。なんでちょっとその技を使えるようになりたいんで、ちょっとすいませんね。お、ここに来てるってことは、春日君今は時間があるってことだよね。うん。だったらなんだよ。だったらなんだよ。酒入れる前にちょっと付き合ってくんない？あ、結構確信のストーリーやった。ってことは。いいんかなこれやって。私とか分かったのか。そう。実はあいつの方から使いの人間が来てね。なかなか。使いの人間？そう、このね。私これやりながらね、裏でやって大丈夫なんかなって思いながらやってたんだけど。定価マブチからの使いって、なんでお前がマブチとつるんでんだ。あいつはお前なんか全然相手にしてなかったろ。え、待って、でも確かに今のローマンはこの俺を頼りにしてくれてんだよ。こいついつまでも萌えキャラだな。相当マブチは手下に逃げられたんだろうな。残ってる人材が貧弱すぎるぜ。ちょっと頼られてる人材を前に貧弱すぎるっていうのを受けるな。で、どこに行けばマブチに会えるのかな。かな。ええ、それならご案内します。この俺の後についてきていただければ。ちょっと待てよ。そもそもマブチは俺らに何の用なんだ。偉人町に復帰のお許しを願いたいとは。な。言っとくが、お前にじゃねえぞ、カスガ。総帥にだ。今の理由は俺じゃなくて、孫妃の仕切りなんだけど、それは承知してる？はい。まずはとにかく、総帥に詫びを入れたいと。ラオマはそう言って。そんな簡単によ、許してたまるかっつんだよ。家を燃やされてる。マブチが許される見込みはまずないと思うけど。いや、そうだよな。それも承知の上です。なのに謝りたいって。マブチはそんな玉じゃねえだろ。うん。罠か。多分ね。怪しい。でもいずれにしてもマブチに会うにはこの話に乗るしかない。うん。そうだな。よし、行こう。行くか。あ、これあれだね。我々が監禁されたとこだね。ここって見覚えあるぜ。うん。俺らがマブチに監禁された地下道だ。いや、それ。カミジルの目を避けられる場所は少ねえからな。ビビって抜かよかすが。ビビってねえし。気つけねえとまた痛い目見んぞ。なっ。春日君、ストップ。はい。ん？注意して。後ろを塞がれたよ。何？な。話が違うんじゃねえか、蝶。マブチにはもうほとんど手下がいねえはずだって。思ってたよりは残ってたね。やっぱりそこそこ人望はあるらしい。なんでだよ、あんなやつに。言われた通りにやりましたよ、ラム。おいお前。貴
久しぶりだな、チョウ。テイ、お前また会えるとは思った。雑魚すぎるよ。眩しい。そんなお手本のような雑魚呼び出されたはずだがな。うん、実はそうじゃなかったってことか。おい、ええ、お前らの首を差し出せば俺は今度こそ近江連合の席に加われる。おい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 、まだそんなこと言ってんのか。まだそんなこと言ってられるわけや。金と力を手に入れるためには手段は選ばねえ。満たされねえ野心だけが俺の生きる糧よ。こんだけ野心持ってるのも逆にすごいけどね。ずいぶん落ちこぼれたな、マブチ。いつまでそのにやけ面でいられる。景気飯店の拷問を思い出せ。うわ、またあの続きをやるぞ。確かにそのくだりもあったの。くだらない。もうやめよう、マブチ。俺はこれ以上哀れなお前の姿を見たくない。かっけえ。へらず口よ、マブチよ。まあ一応もっとちゃんと、チョウはお前のことちゃんとした部下でしたからね。チョウはお前に死んでほしくねえんだよ。うんうんうん、うん、心がどっかで今もお前を仲間だって思ってんだよ。いやそうだよ。目覚ませよバカ。黙れ、カズがこの野郎。一番忘れてねえぞ、てめえのせいで俺らは。こいつよ、おい、人の話を聞けって。聞けよ。いいよカズが君、いい加減ムカついてきた。このバカにはもう拳で分からせるしかない。ここから先は、うんうん、キャラ変わっちゃうかもしれないけど、みんなにはオフレコにしておいてね。表現タイプ。うわ、何俺が憎いんなら世界工作なんかしねえで正面からぶつかってこいや。うわ、俺の首取れるもんなら取ってみやがれ。切れると表現するタイプだ。ぶっ殺してやる。ぶっ殺されるのはどっちかな。ほら、上がってこいよ。任せな。俺の二人でやれるか。ほら来いよ。殺されたいらしいね。邪魔だよ。おお、いいね。でも信頼してた上司がコックになってるのちょっと申し訳ない。え、なんか気合い入れてる。一旦これやる。あ、やべ、範囲攻撃にすればよかった。あ、痛い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 。レベル下だけど数がめんどくせえな。せーて、ほら来いよ。え、人間、あーこれか、人間おろしの極み。巨大な大根おろしを取り出してって何ですか。叩きのめ。これで範囲攻撃いくかな。よしよしよし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、テイと、よし、いいね。こいつ体力だけはあるからな。あ、痛い。いいね。痛い。こいつよ、強さえばっかでけえがよ。なんとか死ねえと。ほら来いよ。一旦プッてして。邪魔だよ。邪魔だよ。よし。行くぞ。あ、やっちゃいたい。いいね。ちょ、さっきから構えてるの怖くてちょっと手出しできないな。痛い。だってめ。痛い。してみろ。俺の番だな。でも言うて構えてるだけか。とっておきだ。よし、身構え。なんとか死ね。え、身構えてる時ってさ、いまだに分かんないんだよな。身構えるとどうなの、カウンタークなの。いて、あ、やっぱそういう感じなんだ。うるせえよ、その分殴りゃいいっつんだよ。痛い痛い、しんどいね。邪魔ね。これでも食らってな。意外と勝てえな。あ、間違えた、まあいいや。
さあ召喚は言ってない。うわめんどくせえ。俺の番待ってた。これにするか。おおすごいね。でも攻撃力強いんだよな普通に。見せてやるよ。あー合わせなかった。オッケー30万入るね。やっぱラモぶっ倒すのが一番お金の効率いいか。くせえラモ仲間は全滅です。もうこれ以上はおこれが最後の警告だ。今すぐ一日を出ていけ。その日ももうお前がいることには気づいてる。このまま居残ってたら命はねえんだぞ。コミジョルのメラだ。どうにでもかいくぐってみせる。わあ、チョウさんの優しさなんだけどな。いい加減にしろよ。今までお前が見逃されてたのは孫悲が俺の気持ちを汲んでくれていたからだ。俺がお前を殺したくねえっていう気持ちをだ。はあ、蝶さん、マムシ、お前は俺を嫌いだろ。俺もお前なんか大嫌いだ。だけどよ、どんだけ嫌いでもどんだけ腐っても、やっぱりお前は俺の仲間なんだよ。俺はよ、仲間を殺したくねえんだよ。お前に死んでほしくねえんだよ。いや伝えたいことは伝えて、あとお前次第だ。死ぬかここを去るか、好きにするといい。どちらにしても一生のお別れだ。じゃあな、ラオマ。いや、普段あんなひょうひょうとしてるチョウさんがな。うわー、この切り替わりいいな。やっぱ上に立つものゆえのってやつよな。いやいや、やっぱ実はというか、まあ、うすうす感じてはいたいけど、やっぱちゃんと、というかしっかり、熱い男なんだなという感じがしますわな。久々にでかい声を出して喉が渇いたからか、いつもより酒がうまいね。なら、これからもさっきみたいにでけえ声出せばいいじゃねえか。なあ。いやだよ、疲れるし、俺のキャラじゃな。はあ、かっこ悪いとこ見せちゃったな。かわいい。そうか。俺はさっきの蝶好きだけどな、本当のおめえが見れた気がして嬉しかったぜ。やっぱりひょうひょうとしてるようで実は熱い男なんだな。まあそうだよな。やめてくれよ、今の俺が本当の俺さ。さっきのことはみんなにはオフレコで頼むよ。どうしよっかな。なあ、どうしよっかな。そんなこと言って絶対言わないでしょ。春日君は約束破らないもんね。いい信頼関係だな。わかるよ、大事な仲間のことくらいわかるさ。そうかい。もう私たちのこと仲間と思ってくれているんだ。今俺が思ってることわかるか。ああ、もう一杯飲みたいんだろ。正解だよ。飲もうぜ、チョ。はっはっは。いいなぁ、友情だなぁ。おしゃやりとりすぎるだろう。うわっ、イエーイ。ちょっとマブになってしまった。お、機動部隊を選択可能になった。絆技、総
極戦弾を習得した。いいですね。まあ、という言いながら絆技の使いどころさん未だによく分かってないんですけれども、いいね。ちょっと構成悩むな。どういうあれがいいんだろう。普通にいいのかな。なんか難波さんなんで回復パワー2なのみたいな。難波さんめっちゃ強いと思って使ってたんだけどさって言われた。ちょっと悩んでいます。うん、でもな、マブだしな。ナムさんちょっとレベル足りねえな。な、よし、行くか。いて、一旦セーブよっ。はい、出るぞ。まあ、というわけで一旦話は仕切り直しまして、まあ、長さんとマブになったところで久米に会いに行きますか。どこだ、ここか。うーん、まるい、タクシー使っちゃうか。タクシー使っちゃいますか。どちらまで行かれ、使っちゃいますか。ちょっとね。それでは出発いたします。石神変わっちまったなって。金ならあるからってよって。うるせえ、使えば使うほどいいんだからタクシーなんてのはよ。まあでも確かに楽ちんよな、今思うと。前までめちゃめちゃ駆けずり回ってたからね。私そのたんびにゴーってやられてたしな。よし、会いに行くぞ。あ、わあ、偉そうに選挙事務所構えてらな。おい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 、出た白陵ビル、懐かしいね。選挙中の割に静かだな。出払ってんのか。開いてる？誰もいねえ。どうなってんだ？なんか絵になるな。ねえ。え？見て、一番近江のやつらよ。なんかめっちゃ押し寄せてるけど。おい。おい、久米はどこだ？初対面で急に壮大な質問するなんて、するなんて礼儀がなっとらんの。初対面って逆に今まで名乗ってくれた大見連合のやついました？だったら丁寧に尋ねてやるよ。その体にな、おら、行ったれ、春日の玉取ったれよ。玉取られるのはどっちかな。よし、私の番ね。やめんなよ。ドキ。あ、なんか体力もでかそう。あー、ちょっと往来の邪魔になってるって。あー、いいね。いや、何もよくはなかったです。邪魔だよ。範囲入ってくれるから、まあまあまあいいでしょう。俺の番ね。よ、あ、お前魅了入ってんじゃん。あー、コーリー弱いな。痛い。なんか入るな。あー、ジャストカード。痛い。もう一回魅了しておきたいな。出ると思ってる。オッケー。なんかかかりづらくなってる気がする。なんで？叩きのめす。あー、いいね、入った。
きた。ああーで、そっちじゃない。なんで東洋行くわけ。ムカつくからやっちゃおう。ったくよ、わかりづれっつんだよ。お前ら虫けらみてえにわら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 集まりやがって。いやー痛いよ。ナイス、うまごめん車、痛い。あーベテラーな、起きて起きて起きて、さすがよし。あ、やべえ、回復やばいな、回復やばいけど、あれなんかフィジカル以上これ、うわ、まあでもなんとかなるか、一旦回復。あれこっちか、ごめん車、ずっとプープーってしてる。ごめん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 、よいしょ、ごめんごめん、邪魔だよ。主に車の、うえー、こんなに今1000以上入ったぞ、なのに倒れないことある。あーめんどくせえって、俺の番ねん。え、何これ。あーダメだ、春日が特定の状態以上なんで。また遠いな、入るか。あ、オッケー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 、よし、微妙に削れないんだよな。春日起こしてないかな、これフィジカル以上どれだ、これか。あ、寝てんのかだ、本当に寝てることあるんだ。効果ないの、フィジカルじゃないってことか、なんなん、これか、敵のメス。あ、オッケー、いいな、火力出るな、蝶さん。起きて起きて、おめでとう、よし、いいね、起きて、やってやるぞ、寝てる場合じゃないよ。春日すせすせで笑った。仕切り直しといきますか、仕切り直しといきますか。あどこ行くねそのままいいんじゃないか、引かれてしまって。カーター、あ、元通りだ、来た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 。お前じゃあちょさっさとビンタでもお見舞いしてやりな。いいね、やっぱさっさとビンタ強い。イエーイ、レベルアップ、よっしゃよっしゃ。お前すやすやだったのにレベルアップしてくれるんだな。さらに強くなれましたね。グエーやられたんご。なんで俺らを襲うんだい。いや本当だよ。お札に突き出したわ。踊れらやろうが。お前らこそ何や。踊れら。何しに来たんや。クメニオが会ってきたんだ。あいつはどこだ。サワシロ？ノカシロ？知るか。やっぱ変な風に伝わっているのか当たり前だけど。クメはどこだって聞いてんだ。どこだよ、吐け。早く答えろや。くれ。ちょっと一番やりすぎよ。あ、今バーサーカーと化してしまっているから。クメはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。うん。あと100発でも200発でも、てめえを殴れる自信がある。うん、根性を見せるつもりなら試してみるか。あ、もう一番がめちゃめちゃ怖くなってしまって。質問に答えろ。クメはどこだ。やっぱ聞きすぎるものがあるな。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。異人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、うわ、カムロ町に行っただと。そっちに戻ったの。この間選挙会に押し込んできやったら
うん、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。おい、クソザコが警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うでな。おい、ザコすぎるだろ。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。臆病にも程があるでしょう。じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して、うん、星野会長を殺して、答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒して、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ一番。うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。え、誰。なんでなわけねえだろ。そんなことあるかい。あんた大阪じゃ味方してくれたよな。おいやさんとはどういう身の上話をする気はない。は？俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ人間だ。だがだからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。ほう、青木亮の次の一手はまたこの偉人帳で刺される。何、次の一手って何だ。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を、人に止められるまで殴る男は、怒りで我を忘れてしまっていたからな。情報って何だよ。若の次の手ってのは何なんだよ。そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。タイミングだな。時間はまだ。夜になったら小見城に来い。俺はそこで待ってる。ちゃんと時間を設けてくれるタイプだ。今コミジュル、孫妃がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧のめどは立っていないとは聞いていますが。え、どうして。なるほど、そっくりだな。うわ、本物の反順義を知っているの。やっぱりお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死ぬ。うわ、ちょっとコメント欄 見ないでこう。夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者を一応隠してる手だもんな。影武者なの。つまりそれがお前だな。うわ、見破られてる。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ同じ覚悟で生きる。つまり反純義とは永遠の命を持った存在なのです。ずっと影武者で生き続けるってこと。そのもう一人また。はあ、お前ら司令か。いい、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、
ぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。ねえ、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ないもお前の指令だ、うん、続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。え、はい。え、うわー、すごいなんか気になる物言いをめちゃめちゃにされるせいでガーってなってるな今。何も言えん。青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと。ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら、ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと、そういうことですね。そう捉えて構いませんね。ええ、あ、そう取り乱さないでください。警視総監、警視総監、そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。わあ、今ここがつながってんのすげえな。なんかそれは新ケースにもなりますよ。以前から聞いていた話と、もう調べが増えたね。今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした、うん、あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは。あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください、すべて私が見ていますから。うわ、大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。おお、すごい。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです。うん、さあね、とにかく私にお任せください。でも他のお気に入りがまた別にいるってこと。今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです、うん、特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後、うん、私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。おお、牽制されている。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた、うん、いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、あ、事前に相談してほしかったんですか。え、ね、相談してもしなくても そんなズブズブなの。何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。溺れてんな力に。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。やはり年上の言うことは聞くべき。でも言ったところで無駄でしたか、うん、やはりここもう18年経っても大人であることと、大人である警視総監と振られてしまうような器の若はやっぱ未だに変わらんか。突然敬意が足りてないとちゃいますか。うっ、面倒になる前にけじめ取りましょうか。お勝手に消すなよ。中堅だな。俺の楽しみを奪うな。楽しみでっか。あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。うわ、やっぱりそこ気にしてんだな。ところで偉人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。うわ、それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている。
対応はしてくれるんだ。済みですが、この先は知事といえどもことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります、うん、そこはご承知おきを。なるほど。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。石尾田になんの？ありがとうございます。後悔はさせまへんで。じゃあやっぱりおやっさんを撃ったのって石尾田ってこと？やっぱあれか、我がとズブズブか。なんか、じゃあ昨日の人狼は確実に、なんかもう、ちょっとどっちも信じれないがと思ってたけど、塩だよな、多分な。コミジュルへ向かおう。行きますか、コミジュルに。コミジュル結構近いな。歩いていくか、試しに、たまには。どこ？あ、ここか。あ、ちょ、めんどくさい。見下してんのかって、すごい。なんか、和歌の今の下りを聞いたあったら、多分和歌の根底にあるのはそこだろうからさ。まあ、そういう劣等感だったりさ。うわー、やっぱコミジュル付近は一気に治安悪いの。うわー、何事かと思ったよ。たくよ、お前ら弱いくせに。なんだなんか、ゴミ袋確かここら辺あれなんだっけ。よっ、よし、タクヨ、なんでこれゴミ袋さ、カッパなんだろう。これワンパンできるか、もしかして。やったぜ、やりよし。あ、やべ、 MP 回復してから行けばよかった。まあいいや。え、なんでここに植木鉢がどこにあんの。まあいいや、 MP、 あ、アイテムぐらい使っとくか。怖いからな。え、ここって合ってんの、これか。え、上こっちか。ああ、植木鉢こんなところに。コミジュルは家庭菜園があれなんですね。あ、この先にあの男が。最悪喧嘩になるかもしれねえな。入る前にしっかり準備しておかないと。喧嘩すんなよ、キリュウさんと。すんなよ。できてるか。まあでも一応、まあ、あるはあるけど。まあ一応あるはあるけど。まあでも行ってみないと分かんないか。行きます。まあ拳交えないと、まあそこでね、仲良くなれるかもしれないから。そう、私もね、初めてなんで、一番と同じく桐生さんとしっかりお話しするのが、まあちょっとここでね、まあ、知れたらいいのかなと。ねえ、仲良くなれたらいいのかなって思うけどね。行くぞ。よっしゃ、行ったるぜ。もしかしたら話したらわかる方かもしれんわな。なんかコメントでいろいろ言ってる方もね、いますけれども。いやいやいや、え、なんか、うん、もう、どうだろう、もう分かんなそうな気してきた。もう殴られそう。来たな、春日一番。
はい、来ました。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど、はい、意外と細かいことを気にする。7からやってよかったかもしんないな。細けえことはねえよ、うん、普通気になんだろ。はい、気になります。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと、青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ。そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。まあそうよな。分かりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと。なんだと。お前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか確かめさせてもらいて。なんでみんなしてそうやって試すの。値するよ。うわー、ヒリウスさんも背中に拳で人を見るタイプなんでな。なるほど、だからか。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ、うん、やめとかねえか。うん、情報だけ教えてもらえねえか。あ、一番が珍しく。なぜだ。ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ、うん、どうやら気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。うわ、あんたやりかねねえよ。おお、大丈夫か、桐生。相手は桐生さんだ。そりゃちょうどいいな。んだと、ふざけやがって。うわ、いいね、どっちも背中に竜があるんやね。飲むんじゃねえぞ。かっけ。お前の欲しがっている宝はこの奥にある。うん、うわすげえ。宝の番人は俺だ。手にしたきゃその番人を倒して前に進め。あくまで RPG なんだな。やってやるよ。やってやるよ。なあ、俺もわかんねえけどよ、レジェンドとか。でも今の俺も聞いたってるからよ。うわ、体のデカさが違いすぎる。うわ、なんだろ、心なしか。キリュウさんの方がでかい気がする。いってやるよ。ちょっと57。いやいや大丈夫大丈夫。レベル差はまあ一旦、ほら来いよ。なんかあれか、攻撃よく、なんか一旦ちょっと試しにどんなもんか殴ってみますか。何がいいんだろう。次は何だ。何がいい。火か。いいじゃん。どうだ。かっへー。あー、痛い。俺の番。うわ、次は何だ。やばい、逃げるなら今。やばいやばいやばい、まあ、一旦刺し傷。でも火通ってるっぽいな。あー、刺し傷意味なかった。待って、追撃したいけどダメだ。お前は回復だ。わー、でも待って、あ、大丈夫。次、いや、バフだな。攻撃力下げるやつなかったっけお前。欲しいな、攻撃力上げる。上げる。え、ちょっと、いや、デリヘルか。やっぱこれでしょ。よし、やっぱ魔像寺でしょうね。こいつに決めた。てかこの BGM すごいね。ビバリーよろしく。なんかあのレジェンドのと対峙しているっていうんだけど、この BGM 選ぶんだっていう話をしたいのにこのシーンかい。
ちょ、心なしか BGM と魔像寺のいでたちが合ってるんだよ。パチコヤー、よし、いた、あぶねー、シンプルにやられました。あ、やばいって、やばいよ。次はなんだ。ちょっと回復するか、エンドレスラブか。次はなんだ。とっておき、これ魔像で入ってなかったら一発だったよな。よし、してみろ。殴ってみるか。邪魔だよ、これでも食らって。あい、うわあ、これもダメなの。あ、ちょっとダメだな。ほら来いよ。あ、でも次あれだから。攻撃力下げる。いや、ダメだな。回復だな、とにかく。よいしょ。これ何効くん？火が効かんこともないって感じだったけどな。一旦サテライトレーザーいっとくか。で、攻撃力上げてからがいいな。うわ、次キリュウちゃんだから。リエル何かあったっけ。100万点、攻撃力守備力低下、ま、デリエルありか。毒で攻撃力アップ、熱気やられ状態、ナンシーで毒出せるか。次は何だ。進むちゃん、あ、でも今もう防御力は減ってるから一旦毒か。どうだ、こいつに決めた。デリバリー、これで継続ダメでちょっとずつ削る。あー、でもなんかあんまり動じているのかいないのかちょっと分かんないけど、表情筋があれなのか分かんないけど、さすがのレジェンドもナンシーにはちょっとひるむか。どうだ、いけ、うお、いけ、あー、そんな声出すんだ。どうだ、わ、まあでもダメージを与え続けることが大事。アッパーアドハイ、何、あー、やびー、え、ちょ、お前ターンが多いよ、痛い、ターン多いって。じゃあ次で回復するから、ちょっといろいろ試さんとあかん。アイスペールとかかけるか。やるか、どうだ、あこれ、え、氷が効くの、え、じゃあ氷効くってことは、あれか、もしかしてまさかの回復要員2人が殴る方向に行かなきゃいけないってこと。でもちょっとヤバいんで一旦回復します。ドラゴンタイプだから、俺の番、お前ら俺たちが RPG 分かってる手で話すな。ドラゴンタイプって氷にあれなんですか。逃げるなら今のうちだ。でも火に入ってないこともなかったから。次は何だ、やるか、まあ、でもな、どっちの方が入るんだろう。やんのか。でもね、パンチそんなにさっき強くなかったから火かな、とりあえずポケモンだと思う。あ、そうなんだ、あー、微妙か、サテライトレーザー攻撃力、あ、ちょっとデリヘルでスズムちゃん呼ぶ。攻撃力と守備力、攻撃力下げた方がいいよね。あー、待って、気づいたら魔像、あのメロメロ台風切れてる。よし、はぁ、よろしく。デリヘルかけまくり、デリヘル呼びまくりって言おうと思ったけど、ちょっとあれだわ。おもちゃかな、おもちゃかな、機嫌悪いのかな。すずめちゃん、一緒に遊ばない。何度見てもこれになれないな。お腹空いちゃってるかな。行くぞ行くぞ行くぞ、
さすがのレジェンドもやっぱすすめちゃんの前ではやっぱあれか。どうだ、惜しい惜しい惜しい、ダッシュスタイル。うわーやめて、うやろ、構えを変えやがった。何の意味だ、何、怖い、やめて。あー次は何だ、やそうすむちゃん、やっといてよかった。どっちがいいんだこれ。まあでもずっとこれやるしかねえのか。よし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 、これで削る。で1番を回復さす。見てなさい、よしで削る。邪魔だよ、デバフも消えます。あれそうなの、すえ、進むじゃん、早く来て、早く頑張って呼んだのに、言ってよ、スタイル変えるなら変えるよって言ってよ、なんかシュッシュしてる、勝てると思ってる、どうしようどうしようどうしよう、わ次キリュウちゃんだな。サテライトレーザー行っとくか、やんのか、一旦。削るしかねえ、行くぞ、ぶちかますぜ、削ることが大事、ド派手にぶちかませ、ぶちかませ、頼むぞ、削れてくれ、頼むぞ、頼む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 、これ魔法効かなかったら困るぞ、これで800、マジ痛い、やばいって、ナンバさん起きて、お前こう、お前しか氷持ちいないんだよ、起きて、状態上回復させたいけど、でも次攻撃だからちょっとダメなら回復しないと、はあ、頑張ろう、よし、でも削れてるぞ、あだ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 、俺の番だ、これどう、いやでもなパンチ全然なんだよな、やってみる、特定の状態異常中は気絶中だから多分こいつら集まってくんないぞ、ちょっと起きるまで一旦これか、リディスと素直にデリヘル呼んどきゃよかったか、あやめて、大丈夫、あー危ねー、起きてー、やばいんじゃない、やるか、交代か、誰か氷持ってなかったか、持ってねえよな、雷とかつくんじゃない、次は何だ、でデリヘル誰か呼べそうか、私が相手です、でもこれパンチ系だしな、気絶しないだろうし、お前なんだっけ、熱気やられ状態、呼ぶだけ呼んでみるか、お前初めて呼ぶし、どうだ、熱効いてないわけじゃなかったしな、どうだ、よろしく、うわぶっ込みの高、うわなんだろう、さっきのに比べ、さっきの感じに比べて小物感がすごいよ、アキラ行くぜ、ブーいや
で、どっちかっていうとあれかもしれん、また違う方のバイク漫画かもしれん。オラ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 、デッキやられ入らないんかい。あお、あ、起きた。ちょ、素直に起こすか。ダメだろ、素直に調査を起こしちゃよかったな、普通に。ほら来いよ、次は何だ。これ麺、うわ、うー、あ、ダメだ、お前はちょっと起こせ。次は何だ。余計なことしなきゃよかった。一旦これ入れ替えないといけないもんね。これでやってから起こさないといけないってこと？よな。エイちゃん多分刃物効かないんだよね。うわー、二度出ましちゃった、ごめん。で、あんたもなんか使えなかったっけ。うわ、次キイちゃんマジ？舐めないで。次は何だ？確率なのこれ。全状態以上回復、回復。次は何だ？あー、てか次あれしやりたいな。普通に。うわー、次キイちゃんどっちに来るんだろう。いや、一番死んだらおしまいだからな。ちょっと耐久戦なの覚悟していろいろやるか。一旦回復します。 MP 回復したいしね。うわー、次は何だ。で、こうでしょ。逃げるなら今のよいしょ。で、回復します。で、決まったよ。回復して正解だった。あっ、今の2発やるかよ。うそ。これレベル上げですね。戻ります。しかしょ、氷だ、氷。他のジョブで氷覚えてる人いんのかな。そうだね、ヤピです。ロコちゃんのところ行きます。で、あ、でもあ、どこ行か。ごめん、レベル上げ会になっちゃうかも。なんか土日のどっちかに最終回までやりたいなって思ってるから、それまでに裏でレベリングしとくけど、ちょっとごめんね、作業っぽくなっちゃうけど、ごめんねごめんねごめんね。いやー、ちょっともうやるやるしかねえ。氷系の技誰覚えてんだろう。他のジョブ見てみるか、とりあえず。足立さん警備隊強いって聞きつつ、全然警備の職業レベル上げてなかったなって思ったけど、そもそもタンク機関、今そんな気持ちじゃないんだけど。俺の番ね。ちょっと、はい。ねえ、ジョブいろいろ育てるか。ねえ。俺の番。氷系はホストとキャバ嬢。逃げるなら今のうちだ。ちょっとキャバ嬢、あ、アイスペールってこと？ちょっと、あんたキャバ嬢になってみる？あれ？ちょっと、コメント見てる間に、あれ？火効かんかったの？あれ？
舐めないでください。舐めんなよ。ちょっとエリーとかキャバ嬢にしてみるか。やっしーの、ちょっと、あ、ごめんごめんごめん、食安に行く。ねえ。はいはいはい。あ、一旦覚えとくのありか。ちょっとキャバ嬢にしてみるってちょっとあれか、言い方良くないか。いや、あれですけどね、いろんなお仕事がございますけどね。ちょっと文脈が良くなかったですね。うん。ま、一旦氷の技覚えたいな。エリーフィジカル強いしね。ま、MP。でもな、エリーな、あれが強いんであって。どうすか？何か。あ、いいですね。これ結構好きですけどね、ちょっとパンクっぽくて。やりましたね。やりましたね。オッケー。好きだけどね。逆にあんたちょっと、やっぱ回復役が必要だからな。似合うけどね。エリーキャバ嬢になってもらうか、一旦。応援しています。応援してます。マルチポーチ、うわすごい構えてる。はいはいはい。ちょっとどんなもんか、ちょっと武器固めるか。うわな、スタイルいいな。とにもかくにも武器、あと防具もちょっとね揃えたいっすね。どうだ、間違えた。アロマポーチ、おい、ルブタンだ。 MP 回復、え、キャバ嬢もさ回復要因なん？どっちも MP 回復だ。これどう違うんだろう、どう違うの？可愛い方でいいの？あ、こっちの方が火力、攻撃魔力が強い、回復が強い。どっちがいいの、こういうの。物理か魔法かみたいなことか。ちょっと竹砲作ってみるか。カニならあるからな。よいしょ。よっしゃー、できた。できた。なかなかいい感じっしょ。はい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 。で、あれ、強化できないんだ。あれ、どっちがいいんだろう、強化した方が良かったのかな。防具作れるのあるかな。防具もな、なんかね、多分、こういうのね作れるようになればいいんだろうけどね。お、高密度重金属手に入れてるの気づいたろう。
わあ、なるほどな。なるほど。とりあえず素材集めとって感じだな。なるほどね。素材集めとレベリングだな。ってか素材集めだな、とにかく。このさ、ここら辺は買いに行けばあるんだけど、高密度重金属、これってどこで手に入るんだろう。あれか、あれのロコちゃんのところのクリアでしかくれないよな、多分ね。え、もうロコちゃん呼ばれしたけど、アリーナね。うわー、なるほどな。きー、なるほどな。ちょっと一旦装備してみるか。なるほどね。ちょっとこれ一旦あれだな、レベリングしましょうね、だな。レベリングとか、ちょっとあれですね、一旦今日はここちょっと短かったんですけども、ここまでにしてちょっと次までに固めとく感じだな。ねえ、ちょっと一旦、最近ちょっと、まあ、長時間増えたのもあるというんで。まあ、でもそれでももう、まあ、全然、もう30分ぐらいしかやってないなと思ったら、やってないからちょっとあれかって思ったけど、全然1時間半近くやってんだな。いやー、くそー、昨日なー、セーブする場所間違えなきゃなー。くそーと思ったんだけど、始める前に気づいたけど、オートセーブで、まあ、でもオートセーブがあれ、どこでオートセーブしたかによるか。くそー、次までにね、ちょっと、いやー、ちょっとセーブの場所を間違えないというわけで、そう、実は明日、あ、そう、明日がちょっと配信できるか分かんないんですけど、もしかしたらちょっと、あ、どうだろうな、あれ？でも、あ、もしかしたら、ちょっとやりたいんですよ。けど、ちょっとゲリラっぽくなるかもしれない。やるとしたら夜。あと、ま、1時間とかになるかもしれないんですけど、ちょっと明日、ちょっと昼間にちょっと、ま、用事がありまして、用事というか、ま、収録がありまして、なんか、それで、の帰宅次第と、あと、なんか、よ。なんか、ちょ、何時からかわかんないけど、まあ、なんか、あるところにお邪魔するかもねって感じ。でも、それが、時間によるかも。ちょっとか、まだ返信しないけど、お邪魔したいなと思ってるんで、それによるかもって感じですね。うん。そんな感じです。いやー、もう、不甲斐ない。本当に不甲斐ない。ちょっと頑張って、やっとくわ。あと、明日早起き頑張ります。ちゅうわけで、一旦。この後にしておきましょうかね。あ、ちょっとスーパーチャット読みをさせていただきます。うん、よ、いつも画面変えてるけど、これでやろうかな。あ、ちょっとこっち向いて。いや、でもなんか、え、あ、いいな。あ、心なしか目なんか、ちょっと闇落ちしてない、濁ってないって言おうと思ったけど、そんなことはなかった。相変わらず一番かっこいいよ。というわけで。あ、ちょっと BGM ないの寂しいな。ごとくの BGM 結構好きなのに、ちょっと、ちょうど今の BGM ないところだったわ。うん。よ。よいしょ。くそーね、悔しい。てか、負けたのも悔しいけれど、セーブポイント間違えたのが一番悔しい。はぁ、ありがとうございます。ナンバーさんの立ち方いいな。写真撮っとくか。ぐぞー、あれ、よ。
よいしょよいしょ、ありがとうございますね。すいません、本日もスーパーチャットありがとうございました。よし、うんうん、ありがとうございます。クレイジーゼオンさん、ありがとうございます。マヨル羊さん、ありがとうございます。アルストリア、ゼクラマさん、ありがとうございます。ニボシさん、ありがとうございます。あ、予定できないけど、スパチャだけ送らせてください。ありがとう。ジャガイモさん、ありがとうございます。あ、石神のごとく配信、ほんと好きって言ってくれてるけど、めちゃめちゃ今回、不甲斐ねえわ。許してくれ。じゃ、次は、頑張るわ。ちょっと、がっつりやりたいね、次。うん。すいませんね。ちょっと裏でこそこそやっときます。ありがとうございます。時崎つかささん、ありがとうございます。お、負けた後に対策考え始めるあたり、石神はもう立派な RPG プレイヤーだと思う。ね、傾向と対策ということ、ちょっと頑張って考えるわ。ありがとう。考える足もさん、ありがとうございます。横浜地下ではぐれホームレス狩り。半純義のラピッドショットで楽に倒せる。確かにそれで素材集めるのありだな。え、それでこう、なんちゃら金属出んのかな。ちょっとやってみるわ。あれ結構いいよね。ありがとう。やってみます。ありがとう。みおさん、ありがとうございます。な、一旦頭冷やして鍛え直せって拳で語られちゃったな。今一番と私がめちゃめちゃ重なるわ。キリュウちゃんのことに関してあんまり、こう、何、ごとくシリーズに対しての理解がまだまだ浅いということに、も含めて、なんか今回はなんやかんや一番とめっちゃ重なったな。うん、ありがとう。ありがとうございます。なあ、チョコタルトさん、ありがとうございます。レジェンド強いね。レベリング頑張るよ。ありがとう。あすみさん、ありがとうございます。ね、まさかキリュウさんと拳交えるなんて、マジって思ったけど。そういうキャラクターなんですか？ちょっとそれも含めてね、今後知っていきたいな。ありがとう。メトロノーム JP さん、ありがとう。配信感謝、ありがとう。ヨルヨルさん、ありがとうございます。セガワさん、ありがとうございます。素材集めも収録も頑張るね。ありがとう。アイフラさん、ありがとう。ねえ、レジェンドがちょっとレジェンドすぎた。杖なんてもんじゃねえ。ちょっとね、47レベルぐらいだったっけ。50以上まで頑張ってやらなきゃな。ありがとう。ありがとな。よいしょ。風見からさん、ありがとうございます。2回行動助かるね。今日どっちも正直やったるでと思ってたけど、まさかの雑談の方が長くてゲーム配信の方が短いってマジなのですか。ある意味2回行動で正解だったかもしんない。いや、不甲斐ね。ちょっと次まで頑張るわ。ごめんな。ありがとう。あれ57だっけ。見間違えてた。頑張るわ。60 70 80、頑張るわ。ありがとうな。ありがとうございます。カズさん、ありがとう。ねえ、レジェンドの背中でっけえけど、ちょっと、こっちもな、頑張って背中でかくしとくわ。うんうん。ありがとう。ありがとな。よいしょ。ゆがねききょうさん、ありがとう。次回に向けて準備頑張ります。ありがとう。シャインさん、ありがとう。キリュウちゃん強すぎるよな、ちょっと。キリュウちゃんってもう呼んじゃってるけどね、あんたらの影響で。ちゃん付けして呼んでいいレベルなのかわからん。ありがとう。ケティハネさん、ありがとうございます。ね、昼と夜の温度差でちょっと風邪ひきそうや。ありがとう。リムさん、ありがとうございます。ドラえもんゴーさん、ありがとうございます。ちょっとさすが前作の主人公だったね。ちょっと、なんか次までレベリングそもそも間に合うかっていう感じだけど、ちょっと頑張って間に合えばいいなと思っております。ありがとう。ワンパックさん、ありがとう。今日もサンキュー。ね、終わりが近づいてるのかって思ってたけど、ワンチャン 1,2 回でも終わりかな、今日含めてあともう1回で終わりかなって思ってたけど。まだかかったらどうしよう。頑張るね。ありがとう。コンパロさん、ありがとうございます。トマトザウライさん、ありがとうございます。パンってくれているわ。ありがとう。アロさん、ありがとうございます。ヘッドラグビーさん、ありがとうございます。あー、やっぱあれか、キリュウさんなのが悪いまであるか。すごくもう強すぎるってことだもんね。うん、ありがとう。下上すずめさん、ありがとう。二回行動お疲れ様でした。でっか、キリュウさんの背中がね、ちょっとそれに追いつき、追い越せたな。うん、ありがとうございます。向井のトロロさん、ありがとうございます。やっぱレジェンドってな、すごいよね。レベリング大変かもしれんけど、頑張るわ。うん、ありがとうな。うん。ただのりんさん、ありがとうございます。よかった、昼配信も見てくれてありがとう。鳥のかっくにさん、ありがとうございます。おもちうにょうさん、ありがとうございます。とうかさん、ありがとうございます。しきといばるアルバイト、ちょっと待ってね。いばるアルバイト力士さん、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。ねえ、ちょっと頑張んなきゃな。
ありがとう。またたびロックさん、ありがとうございます。早起き頑張るわ。ありがとう。よしきさん、ありがとうございます。ゆっくり休んでね。ありがとう。あなたも休むのよ。ありがとう。コケバンさん、ありがとうございます。ね、レベリング頑張るぞ。カリア・ココロさん、ありがとうございます。まだまだ楽しめそうで嬉しいよって。ラスボスのセリフじゃない？頑張るわ。ちょっとね、次はサクッと倒したるで。うん。ありがとうございます。アキーさん、ありがとうございます。二回行動感謝、ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。よいしょ。アキーさん、ありがとうございます。ももさん、ありがとうございます。さすがにね、前作までの主人公は、一筋縄ではいかんな。ちょっと、レベル上げ、頑張るわ。ありがとうございます。ちょっと、四天王みたいなやつがいたな。リスナーに。ありがとう。ゆうとさん、ありがとうございます。二回行動お疲れ様でした。レベリング頑張って、ありがとう。パシャンもりもりちゃんさん、ありがとうございます。ね、RPG にレベリングはつきものとのこと、頑張ります。ありがとう。ガチャネットさん、ありがとうございます。ね、あ、物語も佳境っていうことね。頑張るわ。な、ねえ、もうこれから、なんだろうなってこと、もうあるだろうから、ちょっと最後までサクサク進められるようになるためにも、ちょっと頑張りたいわね。うん。ありがとうございます。はい。というわけで、本日のスーパーチャット、ありがとうございました。ごめんな、みんないつも、こんな不甲斐ない。私、すいません。ちょっと申し訳なさん買ってきた。ありがとうね。ちょっと次までに頑張ります。ま、ゲーム配信の方が短くて申し訳ないです。ちょっとマジで頑張るわ。うん。まあ、というわけで、本日はここまででさせていただきます。チャンネル登録、ちょっと待って、こんな不甲斐ないのにこんな言えないわ。お願いしますなんて。明日に関してはちょっと追ってツイッターでお知らせする感じになっちゃうかもしれないので、まあ、ちょっとあまり期待しすぎず、よろしくお願いしますね。うん。というわけで、あ、言ってもろって。はい。チャンネル登録、高評価、通知、ツイッターのフォロー、ただいま、会社パロディボイス、学校パロディボイスが発売中となっております。不甲斐ない俺でも許してくれる方は、ぜひともよろしくお願いします。な、よろしくお願いします。じゃあ、まあ明日もね、平日なんで、ある意味まあ、平日に合わせて早く終わったということで、ということで、しといてくれや。明日、学校だったり、な、お仕事だったりがある方は一緒に頑張りましょうね。うん。というわけで、それでは本日はここまでにさせていただこうと思います。2回コードだったんだけど、アホほど長いスナー配信も含めて見てくれたよという方は、長丁場すいません。ありがとうございました。ゲーム、竜がごとく楽しみで来てくれたよという方は、不甲斐なくて申し訳なかったが、でも一緒にレジェンドの背中だったり、蝶さんの、な、素顔を一緒に見れたりしてよかったわ。な。じゃあ次までに頑張っとくんでよろしくお願いしますね。それではラ・ヨダソ・スティアナ次回の配信をお楽しみに、お楽しみに、お楽しみに。最初にちっちゃかったらエコーにならないんだよな。じゃあね、バイバーイ。よっ。おやすみ。よくゆっくり寝るんだぞ。バイバーイ。